はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、続きをやっていきましょう。とりあえず見張り台が、できたので先に進んでいきたいんですけれども、まあ、せっかく拠点に戻ってきたのでちょっとね、回復アイテムがもうほとんどないんで調達をしていきましょう。てかヒールポーションってあれか、 60% か。まあいいや、ちょっとこれ3つ使おう。これは効きますよ。で、蘇生薬は果実で生き返らせるとして、あとなんかマンゴーとかがね欲しいんだよね。ここら辺にないのかな。あくまでも素材か、希少品。あと武器とかの強化はどこまでいけるかな。防具だね。今日はどんなよ。あ、これは強化じゃねえや。こっちか。何を鍛えるの。あれ、もういいの。武器しか強化できないの。あ、防具は作成して終わりか。今日はどんなよ。レイピア。てかまだレイピアだったんだ、そもそも。攻撃力めちゃくちゃ上がるな。フルーレ完成よ。でヘビーアンカーにして、では始めましょう。鉄鉱石だね、必要になるのはやっぱり。完成よ。これで鉄鉱石が3つずつ使うのかな。うわー、剣道閣か。で棒銃詰め、あ、いけない。1回ずつ鍛えよう。めちゃくちゃ攻撃力上がるからね、1回鍛えるだけで。さあ、できたわ。攻撃は最大の防御なり。では始めましょう。これで攻めよう。さあ、できたわ。では始めましょう。いや、こいつ大活躍だな。できたわ。もういいの。名前忘れちゃったけど、鍛冶屋さん。まあこれで一旦キャンプ地まで飛びましょう。まあこれだけ強くなれば多少戦闘は楽になると思うんだけど、やっぱり素材だね。素材は重要だな。だから道中にいるモンスターも、まあ、なるべくね倒してはいきたいんだけど、あれ落車になってんな。まあいいか、早いし。こいつがいるし。薄い変わったね。てか鉄鉱石系か、欲しいのは。ほらほら、どこで何が入るかとかちょっと把握しておかないとね。こういう鉄鉱石が取れそうなところとか、鉄鉱石は手に入らなかったけど鍾乳石が手に入ったな。一応レア素材っぽいからね。てか強くなってる？いまいちわからないな。あー、あのごっついやつか。あいつは無視しよう。ここら辺もなんか無視してもいい気がするけどな。こいつ何持ってんだっけ、ヤンキックのちっちゃいやつ。痛い。いやー、やはり攻撃だけにはどうにもならない。安全なところへ行きたい、安全なところへ。小さな歯、小さな歯って確かヒールポーションに使ったよね。ちょっと体力を回復させましょう。200くらいかな、そうすると。こういう地道な作業がね必要になりますからね。マンゴーとかちょっとかき集めた方が良さそうかな。参りましょう。まだ回復してないからね、参りましょうって言ってるけど。 OK、瀕死の状態からでもヒットポイントを全開に持っていけるんで、それはすごいよな。ちょっとあいつは無視する。未開の地へまず行こう。木の上に何か、木の上に何かある。何かある。なんか果物とかがねあればいいんだけど、多分卵とかだからね。ちょっとまだいまいちね、その料理っていうのが有効活用できてないんで。そっか、料理で思い出して、ちょっとアイテムなんかあったよね。これだ、経験値プラス100。100ってどうなの。まあ一応アドルに使おう。300入手か。これでレベル上がった。あ、上がったね。で、守りの霊薬も基本はもう全部アドルに使っていきましょう。で、ここら辺は復活ができるから、
ヒールポーションで大丈夫だな、空き瓶は。フラッシュガードもね、タイミングが難しいからね。獣たちの丘、あれこれってちょっと違う、はい、お前じゃない、いけいけいけ軽い骨か。おお、なんかごっついやつがいるね。剣をしまい出した。あ、とろそうだよね。でもこいつ突進してくるのかな、突如として。お、あいつは、お、ヒュンメルだ。忘れもしません、私を無視したヒュンメルという方ですね。こっちを見ているじゃねえか。気が変わって仲間になりたくなったか。それは考えにくいと思いますが。銃みたいなの持ってんね。銃にナイフがついてる。銃剣というやつか。あれは。大体ね、こういうのってね、後ろからモンスターが来てるんだよね。お決まりだよ、お決まり。ほら。なんだ今のは。もしかして、あいつがやったのか。あれは、銃。砲を小型化した最新の武器です。何年も火薬を使って鉛の弾をすごい速度で射出するとか。すっげえ武器があるもんだな。てかここの島で火薬が手に入るのか、そもそも。まあこれはありがとうと素直に礼を言っておきましょう。礼には及ばん。助けていただいて感謝しますが、発砲の前に一声かけてくだされば。その前にあんたの肩が食いちぎられていたと思うかな。ジロジロと失礼ではありませんか。お前たちに同行させてもらうぞ。お？え？今なんて。お、ヒュンメルがパーティーに加わった。どういうつもりなのです。本当についてくる気でしたら理由くらい話したらどうなのです。気にするな、向かう方角が同じだけだ。変わった兄ちゃんだな。あ、アドル・クリスティ、あなたからも何か言ってやりなさい。同行は断るとかひどいな。ああ、適当に頼む。てかヒュンメルの服めっちゃ動きづらそうなんだけど大丈夫か。戦力になりそうだし、わしは大歓迎だがな。どうしてこうも非常識な方たちばかり集まるのでしょう。パーティー編成、同行メンバーが左3人。なるほど。ちょっとじゃあヒュンメルを見てみましょうか。編成でいいのかな。で基本的にはね、3属性あって、で3属性は1人ずつ入れておいた方がいいんで、ちょっと落車と交代して、かつヒュンメルを動かそう。あ、ヒュンメルちょっと遅いな。
コンピテンでも月か。あ、そうだよね、そんなに拳銃ぶっ放してるわけにもいかないもんね、火薬だったら。でも撃ってるか、ガンガンズ的な感じだね、どちらかっていうと。なんかモンハンばっかりで申し訳ないけど、まあ後でいきましょう普通に。さて、こいつヒートビグみたいな、こういうでっかいやつはね、いやめっちゃ突っ込んできたんだけど。おおよし、お分厚い皮。やはりヒット&アウェイがいいかな。こういうやつらはまあ普通に倒せるんだけど、タフなやつらだよな。問題はあっちに木があるな。ん？どこだ？あ、これか。お、あでやかな木。間違えた。ほら、しかしその銃一体どこで手に入れたのですか？それを今教える必要はないと思うが。うわー、いっぱいいる。一体何なのですこの方は。ほら、おー、怖い。やっとこれ硬いね、タフだな。おらおらおら、痛い。これ一回食らうと結構食らうから、こいつを倒したらちょっと。お、重質繊維、ヒットポイントを回復させよう。あ、そうか、ヒューメルになってんのか。どうしようかね、まあ動かさないキャラは別に落車でもヒュンメルでもどっちでもいいんだけど、普通に座ってんなあいつ。くつろぎすぎだろ。まあ、ちょっとヒットポイントはマックスまで持っていきましょう。いかんせん回復アイテムがね不足してるんで、回復できるときに回復をしておかないと。結構食らうからね、ダメージ量的に。またいつものか。よし、鉄鉱石。で、ここで竜巻を打って、なんか毒が出てるけど、ヒューメルの技か。よし、どうしようかな、やっぱりちょっと落車にしよう、なんとなくだけど。お、ヒューメルレベル20って高っけーな。え、レベル不足もしや俺。なんか変なのがあんな。あ、宝箱がある、ここ。ここかな、あ、ここか。よっしゃ、完熟マンゴーは助かる。おお、待って、こいつ絶対あれだよ、落車だよ。え、嘘、ベスパレベル25、めちゃ負け。やばい。この先行けんのこれ。え、行けなくない、行って、痛くはないか。てか蜂が出てきた今、もしや。これつくと、あ、出てくる、いて、179とか。これこっちじゃないな。逃げよう、撤退。めっちゃ追いかけてきてんな。もう一個行けるところがありましたからね、ちょっとそっちの方へ行きましょう。あれ、どっちから来たっけ。こっちか。そうすると、ここにこれがあるから、小さな顔をゲットして、うん、こいつはもう雑魚だな。しなる声だ。そこに鉄鉱石物らしきがある。おりゃん、いいね。木の上、これはこの竜巻がいいんだよね。あの卵絶対割れるでしょ、落っこってきたら。ただ普通の回復にね、完熟マンゴーとか使うのはさすがにもったいないからね。あ、でももう夜になるな、回復ポイントもあったし。
洞窟か。よし、野営地の設営。ありがとう、設営しようってどういうこと？まあいいや、だんだん慣れてきたね。4人いれば作業もはかどるんじゃないか。ヒュンメルの兄ちゃんは運び屋だって言ってたな。一体何を運ぶってんだ。手紙や預かり物ってとこか。何でも運ぶ。たとえそれが死体や五金製のものであってもな。へえ、死体。宇陀の社会に運び屋なるものが存在すると聞いたことがあります。何でもよからぬ品を取引する際に利用するものが多いとか。その運び屋が何だってこの辺りをうろうろしてるんだ。それを説明する義務はない。一つ契約厳守、一つ事情を聞かない、一つ預かった荷物を開かない。この三つこそが運びの鉄則であり、俺はこれを貫く真の運び屋なのだ。まあ安心しろ、お前たちに危害を加える気はない。そうかよくわからないが安心したぜ。本当に大丈夫なのでしょうか。うん、まあ悪い人じゃなさそうだよ、普通に。ええ、意外に生真面目で融通が効かなそうな気もしますが、いろいろな方がいるものですね。さて、また夢の中かな。今日も大量だ。山火事。ここの水を使うってことか。最近でもちょっと夢が短くなってきたね。相変わらずよく眠れないけど。いやー、最近おかしな夢を見るんだよ。睡眠時間は7時間以上。なるほどね。でも長時間運ぶってなると途中で7時間眠らないといけないじゃん。何を感謝すんの。ここで回復して、この中か。
ダンジョンだね。侵食谷。ダンジョンの中は確か回復しないはずなんで、なるべく慎重に進んでいく必要があるけど、なんか変な雲がいるな。結構硬そうだしね、あの雲。こりゃまた足場が悪そうな場所だぜ。あれ、これは水流が時間をかけて壊せるやつじゃないのか。こっち行けるけど、まさに秘境ですね。あれ、めっちゃ暗いんだけど大丈夫か。なるほど。え、見事なものだ。いや、マジ暗いよ。これ見える？俺はちなみに見えないんだけど。え、これ何と戦ってんの？コウモリ的な感じ？一応さ、地図があるからさ、なんとかなってるけどさ、こっちもいけるな。何かあるこれ。絶対闇雲の剣振ってるだけだよ。これさ、パーティーアタックがあったらさ、かなり危険でしょ。ちょっとこっちは分からんな。いけるっちゃいけるけど、え、このまま進んでっていいの？あ、なんかある。おお、明るくなった。変なやつがいるな。ほら、じゃあ35レベルとか。これちょっとまずいやつじゃん。あのカエルは怒らせない方がいいんじゃねえか。逃げよう。同感だ。新たなロケーションを発見って、こんなところで。黄色の鉱脈。鉄鉱石いっぱいあるかな。見事なものだな。でしたら初めからちょっかいを出さないでください。え、ちょっと待って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 、これ超危険じゃねえ今。こりゃ珍しいぞ。え、とりあえず珍しいものを手に入れたけど、これやばくねえか。あれ、どっから来た。ちょっとどっから来たかすらもわからん。この地図を頼りに帰る。じゃあこれスタートやっといて。おお、気をつけんね。いった、マジかよ。ちょ、マジ危険だこいつ。やばい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 。一回帰ろう。回復ポイントまで戻ろう。このまま進むのはマジ危険だ。いや、あのでっかいやつはやばいな。早く回復しなくては。 OK、 すげえな、一気に回復する。そんな戦闘不能だったやつが。あれ、でもこれアドルが戦闘不能になってさ、ヒュンメル出せるってこと？アドル引っ込めて。じゃちょっと左側の方から攻めていきますか。こいつはこいつで硬そうだしな。あ、そうでもないか。あれ、なんか何もアイテムがない。あっちにね、宝箱があるけど。あれ、何かあるぞ。出てくるのこれ。あ、これはここだった。奇妙な塊。特にって感じだな。あれ、こっちとかは。え、どういうこと。さあ、どこがレベルアップした。なんかいけるんだかいけないんだ。おお、いきなり出てくるとは。これよく剣錆びれないよな。こっちの方とか行けそうじゃない？すごい、やっぱり行けるわ。あー、これはあれだな。任せよう。薄い皮か。で、ついて。宝箱の方には行けないな。向こう側から出てくるのか。おうよ、行くぞ。固まってんだけど、実は。おお、ちょっとちょっとちょっと。188か、結構食らうな。ラクションに任せよう。あ、宝箱ゲーって。目薬。多分こいつら、目薬が必要になるんだろうな。
あれこの洞窟とかのさ地図のパーセンテージ必要になるのかな。一発食らうとかなり厳しいものがある。夜ガラスのお守りみたいな、ちょっと見てみますか。多分あれだな、暗闇だな。ほらね、一応装備しとく。あ、これ装備しよう。戦士のスキルプラス1みたいな。で、麻痺の耐性つけて、とりあえずあるもんつけよう。 OK、この辺のアクセサリーもあんまり見直してないからな。そしてどっから来たのかわかんなくなってしまった。こっちか。で、ここの鉱石がまだ別に壊してないから、で、鉱石取って、おぉ、これ明るくなるんですか。どうだ、どうでもない。どうにもなってない。ちょっと待ってね、先にこれをぶっ壊して。あ、ここになんかある。海賊のメモ。あのクソどもを追ってここまで来たわ。暗い暗い暗い。この先は本当の地獄だ。マジか。ん、あっちの方とかは行ってきたところか。じゃあこの中へ行きましょう。マジで暗そうだな。全然暗くねえし。あー、でもなんかあるね。あぶるでか。うおー、暗い。ちょっとマジこれをまず明かりをつけよう。いいね。持ってる時は多分通るな。こっちに宝箱があるから、暗くなってきた。こっちか。いや、あそこにあいつがいる。あれ、宝箱どこ。え、逆側、逆側っぽいな。あ、暗くなってきた、暗くなってきた。一気に暗くなるけど、これは復活するのか。そのうちに、先へ進もう。で、これもこれっとやっといて。おー、いいね。よしよしよし。探検は迅速に行く。いや、あいつはマジやべえわ。ちょっと待って、この間にまた暗くなってきちゃうな。わかんない。あれ普通に攻撃してたな。毒化粧を手に入れた。てか暗くてわからん、本当に。あれ戻ってきてんな、これ。このまま奥へ進みたいけど、奥へ進みたいけど道が本当にわからん。この上とか行けんのか。行けねえな。ちょっと一回戻って、こっちから行くのか。このまま上を進んで。暗い、足元が見えません。なるほど、落ちちゃいけないんだな、きっと。何かあるって言ってるけどさ、もう通常じゃない。てかマジ暗くてわからんよ。え、どうなってんの。あれ、落ちた。これは鉄鉱石。これ来ました、あいつ。うわ、あいつだ。ちょっと逃げよう。多分ね、つかなければね大丈夫だと思うんだよね。あ、これさっきのとこだな。やばいな、これ。ちょっとマジ迷ってんな。一回明かりをつけよう。あっちに明かりがあったからね。遠くねえか、明かり。この明かりをつけて、あ、こっち行ってない。もしや完熟マンゴー、OK。
あれ戻ってきちゃった単にアイテムを取ってなかっただけか。よし、鉄鉱石をだいぶ手に入れたけど、あれこっち行けるえ、どうなってんだ全然わけわからないぞ。ようやく外か。ようやく外かってさ、よくわかんないけど来れた。ありがてえな。でこっちは何にもないから、俺どうやってここに来たんだろうか。もはやわけがわからん。岩塩、やっぱ塩とかもね大事だからね。塩分も取らないとちょっと、うわまた暗いところか。ほんとわかんねえんだよなこれ。こっちに宝箱ある。宝箱はね最優先だけど、まずは敵を攻める。戻ってってよしって言っても普通だな。あ、これはもう崩してやるから。いいね。こっちも行けるか。ここも光をつけて、明かりをつければ楽勝だな。うわっ、あいつがいる。とりあえずつっつかなければ大丈夫かな。あ、そんなきついやつ。あ、海賊がいる。ここで死んだのか。海賊のメモに、よくこんなさメモを書き残したよね。ヒャハハって書くか普通薄野どもが今頃お仲間の死骸を見て大騒ぎだろうぜ。俺は誰の差し出も受けねえ。たとえあのキャプテンだろうがな。逆らうやつは皆殺した。ヒャハハって、ちょっとそんなこと書いてない。あれ、あっち行っちゃってあっち行けんの。どこだよこれマジで。キノコみたいなの手に入ったね。え、こっちの方も行けないか。このまま向こうへ行くか。あ、これは、あ、今明かりがあったな。いや、やっぱ明かりつけないと無理だわマジで。あれ、また今度こそ戻ってきた。まず明かりを見つけよう。明かりを、お前ら勇猛果敢に攻め込んでるけどさ、明かりが最優先だろ。こういう暗い中でさ、あの変なごっついやつさ、行ってよ。ちょ無理だよこれ、いけなくね。待って待って待って、何して何してる。おおおいおいおい、いや無理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 。あのさ変なさ、これこれ超危険なんだよ。ちょ待って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 、ちょ一回一回一回マップ移動しよう。え、あいつ つかないと無理。ここを使ってやって、こっち、え、左側から行けないのかな。右側にあの変なごっついやつがいたから、あいつはねちょっと回避したいんだよねやっぱり。ほら、こっちは海賊ルートか。俗に言う、俗に言うのかどうか知らないけど、ここに明かりがあるね。これをパッとやっておいて、やっと落ち着いた。お、あ、セーブポイントがあるの。あ、マジか。戻ろうこれは。海からたくさん了解した。こいつを排除したら行くぜ。ここはキャンプ地になってるはずだよね。移動するがあるから OK。 じゃあ拠点に戻りましょう。迎撃戦ですね。追撃戦か。進んでいくとちょいちょい戻されるね、イベントとかで。はい、というところで、じゃあ次は追撃戦の方からやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。